フランチャイ加盟店の M&A って、僕は今後活発になってくるなと思っていて、今後は、そのフランチャイズ本部は、その、もうちゃんと考えである必要は僕はあると思ってるんですよね。フランチャイズ加盟店の M&A で気をつけるべきポイントっていうのは、はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、フランチャイズオーナー、フランチャイジーの M&A について、富岡くんとお話したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。意外にここってセンシティブだから、話しづらいですよね。しかも僕、フランチャイズ本部側にいるんで、僕が話すっていうことは結構、まあ、責任もあるし、ちょっと言葉には気をつけようと思うんですけど、でもこれニーズがあるんで、取り上げたいと思ってたんで、ちょっと今日、富岡くんとお話できればと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。先週ですかね、めちゃくちゃ大きいフランチャイ G の売却の話が出てたんで、これを題材にできればなと思ってます。はい、まあ、ちょっと日本の事例じゃないんですけど、バーガーキングあるじゃないですか。そのバーガーキングフランチャイズ展開してるんですけれども、バーガーキングの最大のフランチャイ G がだいたい1000店舗くらい運営されてる会社さんがあったそうなんですけども、今回バーガーキングのフランチャイズ本部が最大のフランチャイ G を買収したって、そういうニュースが出てましたね。買収金額が日本円で約1500億円。すごいな。すごいっすよね。G の売却ですからね、これ。なかなかこのサイズの MA はないんじゃないかなと思いますね。確かにね。なんか、動画にも過去出演いただいた、名工ネットワークの学習塾を創業期に加盟して、100校舎ぐらいかな、もっとかな、やられて売却した、美濃和さんだったりとか。意外に、フランチャイ加盟店の M&A って、僕は今後活発になってくるなと思っていて、元武田塾の社長の林さんとかも、まあ一連の騒動があった時に、加盟店さんから売りたいと言ったり、創業してくれた加盟店オーナーが他の会社に売ったり、で、結果伸びましたみたいな動画も上げられてたと思うんですけど、なんか今後はそのフランチャイズ本部は、その加盟店のエグジットもちゃんと考えてあげる本部である必要は僕はあると思ってるんですよね。だから もちろん今はまだできてないですけど、まあ今年から我々もそういう、なんつうの、支援っていうのはやっていきたいなと思っていて。で、そこで、紳士的な多分本部だったりが選ばれるようになると思うんですよね。そこでなんか、フランチャイズ契約書でバチバチ縛って、安く買おうとか、なんかそういうところって、もうネットで叩かれる時代なんで、今後どんどん難しくなってくるかなと思ってます。多分ね、こういう支援をしだすと、数店舗の段階で売りたいっていうオーナーが出てきて、今度はそういう店舗を買いたいっていうオーナーが出てくるはずなんですよ。で、これパッと見、じゃあすぐキャッシュ化するのもいいんだけど、実は売りたいっていう店舗が出てきたら、まあ変な話、相対交渉でいい条件で買って、どんどん店舗を増やしていくっていうのも、実はあるじゃないですか。で、そっちの方が、長期的に見たら、最終的にユジットするのって絶対いいと思うんで、なんか、もし、フランチャイズ本部の中で、オーナーさんいたら、もし、売り情報が来たら、一番に僕に案内してくださいっていうのを、フランチャイズ本部にお願いするのは、僕は絶対いいと思います。確かに。フランチャイズ本部側って、なんか、やっぱ、やめてもらうっていうのは、ちょっとネガティブに感じちゃうんですね。うわ、なんか、うちのビジネスダメだったのかなとか、考えちゃって、まあ、僕らはね、M&Aバンクがやってるから、まだオープンな方だと思うんですけど、はい、で、じゃあ、ちょっと新しくオーナー探してくるかとか、あのオーナーは多店舗展開してるから買ってくれそうだから、おつなぎしようか、みたいな話になるんで、もし、いい本部に加盟してるのであれば、売り案件が出たら、もう、とりあえず僕に、まず案内くださいっていうのは、もう、マジおすすめです。それはそうですね。で、これあれですよね。2パターンそもそもあって、その冒頭説明したバーガーキングみたいなケースって、本部が G を買うケース。あとは G が別の G とか、まあ、全然違う会社に売るケースですよね。まあ、これが両方あり得るんですよね。目的がそれぞれ違うと思ってて、どっちかというと、なんだろうな、バーガーキングさんは、まあ、ここまで拡大しきると新しい店舗、どんどん新しいエリアに出していくって、結構ハードル高いと思うんですよね。だけど、多分最大のフランチャイジーって、おそらく、まあ、立地も良かったり、業績がいいところもあったりして、そこを買っていいところ伸ばして悪いところ立て直すってやった方がいいっていう判断に本部としてもなると、なりやすいと思ってて。やっぱその、もちろん、均一とは言ったって、証券みたいな話で言うと、まあ100店舗ぐらい、200、200店舗ぐらいまででいいところを比較的取ってって、で1000店舗超えてきたら、もうなんか証券的にギリギリのラインに狙うみたいなことって、どうしてもなりやすいじゃないですか。だからそういう意味でも、本部がある程度まで、かなりの領域まで拡大していった時の再成長のために G を買収するみたいなのが結構あると思うんですよね。直近でも、
と、確か最近見たニュースだと、オートバックスさんもフランチャイズ展開してる FC のフランチャイジーさんを大きいところ買収したっていうニュースも出てましたし、なんでこういう、その本部が G を買収する。これも一つのパターンですよね。と、さっき島倉さん説明していた G が別の G に売る。だし、まあ、別の全然違う会社さんに売るっていう、こっちも全然あり得るっていうことですよね。そうですね。フランチャイズ加盟で、フランチャイズ G として上場してる会社って実は結構あって。そうですね。なので、はい、ある程度店舗展開してたら、それをじゃあそっちの会社の方に売却っていうのも全然あり得ますよね。そうですよね。最近でも、年末ぐらいだったかな、スクール IE さんを、フランチャイズ展開されてるじゃないですか。スクール IE さんにもう何店舗加盟してる会社が、山野ホールディングスかなに買収されて、で、山野ホールディングスもそのスクライのフランチャイズ G として加盟してるんですよ。だからまさに今言った事例で、ちょっとその教育事業頑張っていくぞっていう山井さんがそのスクライをやっていて、別のスクライのフランチャイズさんから買ってるって事例も直近でも出てるんで、こういうことがどんどん起こっていくってことですよね。そうですね、そうですね。確か、Anytime Fitnessも、青木っていう紳士服の会社が、確か結構フランチャイズオーナーなんですよね。だから、加盟してどんどん増やしていったからちょっとわからないですけど、上場企業も加盟店の事業っていうのは結構全然ありえますよね。そうか。でも、フランチャイズ加盟店の M&A で気をつけるべきポイントっていうのは、本部が意地悪なのかどうなのかにもよるような気もしますけどね、正直。まあ、そうっすね。契約書で結構、その G のエグジットについては、いろいろと制限かかってるところも当然多いでしょうし、難しい部分もあるとは思うんですけど、でもまあ、結局のところ、突き詰めれば、その G の店舗さんがうまくいってたらもちろん高く売れるし、売りやすいし、そうじゃなかったら苦しいよねっていうところに突き詰めればなるはずなんですけどね。うまくいってる店舗の買収、M&A なのか、うまくいってない店舗の M&A なのかによって状況変わると思ってて、うまくいってて将来的に5年後、10年後とか考えてる加盟店がいたら多分、早期にオーナーとフランチャイズ本部と話した方がいいような気がしますね。一緒に例えば途中で買収して上場を目指しましょうとか、一部株式を持ってやりましょうとか、株式交付みたいなのも考えられるし、ってなるとやっぱフランチャイズ本部側のファイナンス知識もより求められるようになりますね。そうですよね。はい。ね、あんまりね、G に頑張れ頑張れって言い続けたところで、G の方々の事情があっていろいろあると思うので、これは柔軟に対応して全体でプラスになるように持っていくっていうのは いろんな考え方ありますよね。まあ、さっき言ったみたいな最初の事例ですよね。本部で買うパターンもあれば、G 同士で買ってもらったり、いろんなやり方を本部として柔軟にセットしておくといいように、基本的にはそうやった方がいいと思うんですけどね。今年はね、フランチャイズ加盟店の M&A が、より活発になってくるんじゃないかっていうふうに思いますね。いや、そうだと思いますよね。コロナでいたんだけど、ようやく開けて、もうちょっと もう無理だって言って、他のことやりたくて売るっていうケースもあれば、立ち直ったから、ようやく公正に攻めるぞって買いに行く人たちもいれば、ということなんで、今年はガンガン出てくると思いますね。じゃあ、お参考になった方はグッドボタン、またチャンネル登録、マストでお願いします。M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひ、サロンに入って、M&A、そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。